それどうしたの？はい。私は姉さんの意思を尊ここが時の狭間の一番奥。本当なの？別に今までと同じに見えるけど。辿ってきた道筋を考えればそのはずだ。そしてここに時の狭間の発生源、空回りの原因があるということだが。そうだ、みんなに伝えることがあるんでした。前に時の狭間に関する式があったって話したと思うんですけど。何か分かったのか？記述が確かなら、ここはタルタロス発生と同時に反作用として生まれた場所。反作用？巨大な塔が急にできたことの反動で開いた巨大な穴ってことみたいです。じゃあもしかしてここは10年前から存在を知られてたのか？タルタロスが消えれば一緒に消えてしまうはずで、触れなければ無害と判断されたみたいです。というか記述だとここは二次的に生じた単なる地形だからシャドウはいないって。待てよ、超いるじゃんかシャドウ。それにタルタロスを消せば消えるって、そんならもうとっくにないはずだろ。それどっか間違ってんじゃんねえの？いいえ、筋は通ってますよ。何かの力のせいで消えるはずのものが消えてない。天秤が片側だけ軽くなったせいで傾いてる。あ、何かの力って？そう、それがここにあるんじゃないですか。あなたたちと深く関係している何かが。んだよそれ、俺らが何したってんだよ。というかここにもまたあの扉が。あれがここにある意味って。どういうことだ？あれが原因ってことなのか？私とアイギスやメティスを除くなら、あとは誰の過去？そういやそうだな、他に俺らの中で力に目覚めたのって。いいじゃない、ここまで来て話し込んだって意味ないでしょ。開けてみればわかるんだから。でも原因が何であるとしても、それは時の狭間を消させないほどの力を持ってる。そして私たちはそれを叩きに来たわけです。戦闘になる可能性があります。今までで一番の慎重さで臨むべきです。そうだな、どうやらこれで決着になりそうだ。大丈夫、私たちなら十分やれる。私は。あなたは。待って、待って、お願い。あ、行かないで。あなたを守るって約束して、それを自分の生きる証にするって決めて、でももう叶わないんですね。私にできることはもうない。それでも私生きていけるの？意味はあるの？こんなことならただの機械に戻ってしまえたらいいのに。
今のが原因なんですか？俺に聞くなよ。でも、なんていうか思いがけず、また見られましたね。後ろ姿だったけど。そうだな。だがどういうことだ。今のは明らかにアイギスの記憶のようだが、何のきっかけなんだ。アイギスは目覚めてペルソナを得たわけじゃないだろう。目覚めたじゃないですか。彼と同じ特別なペルソナ能力ってのに。アイギス、何なのこれ。いつの出来事。いつもここで目が覚めるんです。別れがあんまり苦しかった私は、部屋にうずくまったまま何もできなくて、私しばらくの間本当にただ夢に出てくる彼だけを追いかけてたんです。アイギス姉さん。でもしばらく経って、私急に夢を見なくなったんです。そうしたら胸を支配してた苦しさがなぜか抜け落ちるみたいに軽くなって、今のは多分私が夢を最後に見た時の風景です。これがどうしてきっかけなのかは正直自分でも。姉さんは今でも苦しいの？今見た中に出てきた相手の人、あの人でしょ？同じ力を持ってたっていう。今のが全ての原因？わけわかんない。何よそれ。わからないですか？今のは姉さん一人の記憶だったけど、彼に会いたいのは全員そうなんでしょ？なら見当つくじゃないですか。どういう意味？一番最初に私が言ったこと、やっぱり間違いじゃなかったみたいです。一番早い解決法はあなたたちを消すことだって。それじゃあやっぱりあの人影って。待て、何か様子が変だ。何なの？思った通りです。来ますよ。あなたたちの未練そのものの姿をした怪物が。あれは？そうだろう、あれって何なんだこいつは。これが全ての原因。時の狭間が消えないのも、シャドウがいるのも多分これのせい。この敵はあなたたちから生まれ出た存在です。これが私たちの未練の姿。テフルギア、私の中行けそうです。ミカエル、状況にふさわしいのは召喚。ありがとうございます。
私のイシスが。私負けません。やってみせます。これが私の役目。姉さんに役立つのはペルソナ。次はあっ。
今のが私たちから生まれた怪物？でも今のって。落ち着けゆかり。彼の姿を撮ってはいたが、あれはシャドウだ。少なくとも私にはそう見えた。え？でもそれおかしくねっすか？だってペルソナ使ってたし、ペルソナ使いはシャドウを倒す側だろう。何を言ってるんですか？ペルソナとシャドウは同じものですよ。同じだから倒せるんじゃないですか。シャドウは誰もが持つ精神の下半分、抑圧下の部分が実体を得たもの。自分の暗部を見つめる力がゼロになった時、制御を離れて外へ迷い出るんです。でも稀にそのシャドウを自覚的に飼いならせる特別な素養を持った人間がいるだけです。自分のシャドウを飼いならしたのがペルソナ使い？え？待てよ。要はつまりペルソナとシャドウってのは呼び方が違うだけっつうことか？私や姉さんが作られたんですよ。それを理解してる人がいるはずでしょ？そういう者たちは皆命を落とした。それじゃあ原因は私たちのペルソナだった、そういうことなの？シャドウの力は時間や空間にさえ影響する。あなたたち自身の無意識の思いがペルソナを通じて実現されてしまったんです。このまま時が過ぎることを納得できない。大事なものを失った今を認めたくない。だから彼の姿をしてた。そういうことなんだ。僕らが望んだ通り時間が進まずにいて、思い出の場所から出られなくなった。自分で自分を閉じ込めてたってわけですか？笑っちゃうな。だが俺たちは勝った。原因は何であれこれで解決なんだろう。もう未練の正体は判明したんだ。これで外に出られるんじゃないか。それは。うわ、なんだこれ。これは鍵。きっとその鍵で外に出られます。そしてあなたたちが外へ出れば時の狭間も自然と消えるでしょう。でも鍵8つもありますよ。原因があなたたち全員だからでしょう。この鍵は心の力に近いものですから、8つ全てを合わせれば扉は開くと思います。心の力が一つに集う時、いかなる扉も開かれる。あの言葉。合わせるだけってんなら簡単だな。よし、早速外出てみようぜ。開けんのって普通に寮の玄関でいいんだよな？それか、またはもう一つ、閉ざされている扉の中でたった一つ外へ通じていない扉、玄関かあの扉か、どちらかです。外へ通じていない扉、あいつの部屋か。だがなぜ二択なんだ？玄関から出れば現在へ続きますが、その扉を使えば過去に出るからですよ。過去へ？過去の世界ですよ。実際に何度も体験したじゃないですか。今回は扉を出た後に時の狭間が消えるから、正真正銘本物の過去へ戻れます。おい、それは確かなのか？嘘をつく意味なんてないです。私は分かることを話しただけですし。つまりこういうことか。未練を断ち切り前へと進むのか。
未練の元へと戻るのかを選べと。あなたはどうしたいの？私は姉さんの選択に従います。っていうか、これでやっと姉さんを良くない運命から助けられる。他のことはどうでもいいですもん。良くない運命。姉さんはどっちにしたいんですか？私は とにかく一旦寮に戻んね。な、大事なこと。こんなとこで立ち話じゃなくてもさ。そうだな。ちょっと何これ。なんか地割れみたいの起きてんぞ。まずい、不安定化が始まってる。まだあと少しは持つと思いますが、悠長にはしてられませんね。断層が扉に及んだら鍵があっても出られなくなるかも。難問が持ち上がったそばからこれだ。そんでだけどさ、この鍵でどうするか決めなきゃだよな。僕は今に戻りたいです。だってそれがあの人の望みだと思うから。あいつの望み？本当に急な。病院で調べても原因がわからないし、どうしてかなって僕ずっと思ってました。きっとあの人は命と引き換えに何か奇跡を起こしたんじゃないでしょうか。あの人が最後まで考えて、はかりにかけて、そして今の世界を残してくれた。死？奇跡？だから僕はあの人が選んだことはなかったことにしたくないって思います。あの人を尊敬してたから。天田くん。俺も天田と同意見だ。死を覚悟するってのがどれだけのことか。俺たちは嫌ってことを味わっただろう。その決意と残されたもの、納得できなくても腹をくくって受け入れる。それがあいつへの礼儀なんだ。ゆかり、君はどうだ？ゆかりっちも今派だろ。昔のこと話してもしょうがないって何度も言ってたし。私過去に戻りたい。そりゃずっと前を向きたいって思ってた。過去を切り捨てたいって思ってたよ。でも今は違う。何かできるかもしれない。だったらそんなチャンス逃したくない。ゆかり、あいつの決意をお前は無にするってことか。そんなこと言ってない。だって過去をやり直せるんですよ。それの何が悪いんですか？じゃあ聞くが、もしお前の父親の死が帳消しになったらどうなると思う？その後に続く戦いも出会いもない。そんなお前は今のお前になれると思うか？シンジやミキの死と同じだ。俺は否定したくない。無駄な過去など一つもない。今の俺にとって全て必要なことだった。でもそれは。ちょっと落ち着こうぜ。どっちも興奮しすぎ。落ち着いてられるわけない。死んだ彼が生き返るかもしれない、そういう話してんだよ。あんたは生き返らせたくないの？生き返らせたくねえわけあるかよ。でもだからってこんな言い争うのもちげえだろう。過去に戻ったらニュクスとまた戦うんだし、冷静に考えねえと。
まさか戦うのが怖いから嫌なの？そうじゃねえよ。いや、そうかもしんねえけど、うまく言葉になんねえ。でも冷静になってほしいんだよ。アイキスさんは鍵をどう使いたいんですか？私は過去と現在のどっちかを選ぶなんて、そんなことすぐには。こんな時まで逃げるの？あの日お別れに一人だけ来なかったでしょ。生きてる彼の最後の言葉を聞いて同じ力まで引き継いだのに、それでもまだ逃げるの？辛いのはわかる、わかるよ。私も辛くて辛くて仕方ないもん。でもゆかりさん、もういい。話なんなんよ。メティス、鍵を一つにするのって持ち主の同意とか必要なの？いいえ、必要はないかと。鍵はただの鍵ですから。それじゃあ私がみんなから力ずくで鍵を集めて合わせちゃってもいいんだ。力ずくってみんなと戦うってこと？戦いたくはないよ。でももう仕方ないでしょ。時間ないし、このまま話し合ってても結論なんて出そうにないし。それは確かにそうだな。大切な人の命をめぐる問題にあたって安易な妥協はできないだろう、お互いに。ならば霧城先輩、私はゆかりと共に戦う。これは以前から決めていたことだ。先輩、お前が竹馬の味方か。本気なのか？わかった、俺もその覚悟に本気で応じよう。なら私は姉さんの味方です。姉さんを絶対に守ります。メティスはそうだよね。何が大事かはっきりしてて、だからわかるでしょ、私が譲る気ないってこと。ええ。そんな、皆さんどうして？私の気持ちはもうちゃんと言ったよ。あんたも。うん、みんなちゃんと考えてよ。彼のこと、彼といた大切な時間のこと。なら戦いにふさわしい場所が必要ですね。決着から逃げられない場所が。準備ができたら言ってください。いつでもご案内します。俺は
なはどこに？大丈夫。それぞれに別の場所で控えています。正面に大きな扉が見えるでしょう。あれを開くと闘技場のようになっていて、そこで戦うことになります。真剣勝負である以上、負ければ代償が。姉さん、聞いてますか？どうしても避けられないの？彼らの様子から見るにそうでしょうね。譲る気はないとおっしゃってましたし、それに姉さんが戦わなくても、彼らが姉さんの鍵を奪うなら、私は。仲間は傷つけないって、あなたとは最初に約束したでしょ。分かってます。でも姉さんの命に関わる問題ですから。私の命？鍵も姉さんの力も心の力と深く関わるものなんです。なら鍵を奪われたら、姉さんの命に深刻な影響を与えるかもしれません。そんな家庭の話じゃない。家庭でもあり得ることです。だってあなたと同じ力を持ってた人は死んでしまったんだから。私絶対守ります、姉さんのこと。ここ実は私が目覚めた場所なんです。なんでこんなところでって不思議に思ってました。こんなことになるまでは、今はこれが私のやるべきことだった。うまく言えないですけど、そう感じています。これは。あなたはここで目を覚ましたの？なるほど、こうなっていたのか。確かに決着にふさわしい場所だ。アイギス、真田先輩。フーカさん。彼女は中立に両方をバックアップする、そういうことで構いませんか？待って、そんなこと勝手に決めないで。サポートをしながら傷つけ合わせるなんて、私したくない。でもあなたの能力の場合は。山岸はアイギスの側につく。未だ戦うことすら迷っているのは、俺たちの選択に賛同できないからだろう。真田先輩。俺と天田はもう選んだ。これはそういう戦いだからな。アイキスさん、鍵を手に入れたらどうするか決められましたか？私は戦うなんて。竹葉は考えろと言ったろう。それができていないというなら、お前に舞台へ上がる資格はない。鍵を置いていってもらおうか。そんな。させません。さあ、お前の覚悟を見せてみろ。また迷ってるんだとしても、手加減なんてしませんから。どうしてこんな。アイギス、サ
ポートするね。真田先輩たちは止まらないみたいだから。エオルギア、この状況は今ならいけそうです。ペルソナ、なんか聞いた。状況にふさわしいのはこれだ。私の願い、頼む。
僕の名前が一時停止、さすがだ。それでこそ戦う意味があり。返す。決断の時です。ありがとう姉さん。ありがとう。やった。この状況は回復、戦線復帰します。状況にふさわしいのは召喚。見え見えるぞ。ああ手数やりましたね。手数承知無駄。召喚の時です。ペルソナ中しましょう。ペルソナ姉さんに役立つのはこれだ。私の願い。これは次は僕の番だ。どんなに辛くたって王さんなんかするもんか。今だ。行くぞ。これが私の役目。ありがとう姉ちゃん。集中しましょう。ペルソナ よくやったアマタ。あとは俺に任せておけ。ペルソナ、これではカイロが。ペルソナ戦線に復帰します。この状況はラファエル。ありがとう姉さん。姉さんに役立つのはこれだ。私の願い。頼んだぞ。カ
する。私の覚悟、ラファエル。集中しましょう。召喚。ペルスラ。この状況はペルソナ発動。ペルソナ頼んだぞ、カイサル。私の覚悟、ペルソナ。気だらけです。ラスト、この力で守る。想定外です。カイサル、私負けません。アイニス、この状況は反撃開始です。ガブリエル、状況にふさわしいのは召喚。カイサル、被弾。私の覚悟、ペルソナ発動。ありがとう姉さん。私のすべきこと、ペルソナ。遅い。やりましたね。この状況はペルソナ。状況にふさわしいのは召喚。ペルソナダウンです。負けた時の代償ですよ。死んだわけではないですが、真の鍵が生まれるまでは元に戻れません。ただ火が燃え尽きれば
鍵が生まれても戻れなくなってしまいます。このためにみんなをここに連れてきたの。私が戦いから逃げないために。だって戦わなきゃ姉さんの鍵が奪われちゃう、姉さんの命が奪われちゃうじゃないですか。命？アイギス、どういうこと？私も真田先輩たちもそんなこと聞いてない。言いたくありませんでした。今はみんなあの人のことを考えて、あの人のために動いてます。私の命のことまでみんなは背負わなくていいでしょう。アイギス、そんな。姉さんがそんな、だからだから。そうでなくともきっとこれが私のやるべきことです。姉さん、その、もう姉さんなんて、姉さんなんて呼ばないで。私のこと嫌いになっちゃった。それでもあなたは私の姉さんです。この世界でたった一人の、だからやめません。どんなに嫌われたって絶対あなたを守ります。